不凍液不凍液とは、水冷エンジンや、住宅の暖房ヒーターの一部などの内部を循環する、冷却水の一種で、冬季において凍結しないように作られた液体のことで、ある。冷却水が凍結すると、ラジエーター内の細管が破裂してしまう。例えば真水は、摂氏0度以下になると凍結し始め氷となる。 清水が固体化すると体積が膨張してしまうため、真水を用いると、ラジエーターなどの破裂につながる。よって、摂氏零度以下になる寒冷地では、冷却水に真水を使用することは適さない。そこで、この冷却水を低温でも、液体の状態を保つような、凝固点の低い不凍液に置き換えておく必要がある。主成分は、エチレングリコールであり、 濃度によって体低温性能を調節できる。エンジン用の不凍液は、錆を防ぐ、防食剤や、冷却効率を高める、消耗剤など、他の機能を発揮する成分が含まれていることから、2から3年程度を目安に、定期交換することが一般的であったが、近年は、新車時から10年間交換不要とするタイプに置き換わってきている。なおエチレングリコールは、 毒性があることから、交換した排液を河川や下水に流すことは禁物である。寒冷地使用者では、新車段階から高濃度不凍液を充填しており、寒冷地での使用に適正化させている。エンジンの場合も、暖房の場合も、濃度管理は適切に行う必要がある。エンジンでは、濃度が高すぎると、高負荷時に、オーバーヒートの原因になる。 暖房でも、循環液を補充する際は、濃度が濃くなりすぎないように調整する必要がある。逆に生成水,水で薄めてしまうと、凍結や、性能低下の原因になるため、説明書に従って補充することが好ましい。ただし、濃度が低い方が、熱伝導率は高いため、夏は濃度を低めて、エンジンに使用するユーザーもいる。また、業務使用で、事業用。 ナンバープレートをつけた営業者の場合、車検、点検の間隔が短く、交換サイクルも短いことが前提となっている場合は、交換時に不凍液を入れた後は、次回の交換まで生成水,水のみを補充していることが、多々ある。エチレングリコール自体は無色であるが、市販の不凍液には誤飲防止用及び、不凍液確認用に着色剤によって、色が付けられている。 その色は製品によって異なるが、自動車用の不等液を例にすると、日本車では主に赤と緑のものが用いられており、他にも薄い青やピンク、木などもある。これは製造するメーカーの違いや不等液を使用する、機材の違いなどの理由により色が異なっているもので、この色の違いが不等液の性能を示しているものではない。 色が違うものを混用すると色の組み合わせによっては、ラジエーターや冷却水経路の異常と誤認しかねない。ため、通常は純正と同じ色のもので補充、交換するのが望ましいが、メンテナンスの都合で、他メーカーの純正や、その相当品、あるいは性能面の都合で、社外品を用いて、結果的に色が変わる交換を行う場合は、初回に、ラジエーターや冷却水経路内を、 よく洗浄した上で交換する必要がある。なお、LLC を発展させたスーパー LLC が、トヨタ自動車と、ホンダ技研工業で出されており、前者はスーパーロングライフクーラントであり色を、ピンク色に変更して、後者は、ウルトライクーラントで、色は青色に変更。寿命も伸び、前者は7年16万キロ、後者は11年20万キロ交換不要。 現在のトヨタ車ホンダ車は新車から充填されており、従来の赤、緑色の普通の LLC に入れ替えることは厳禁である。しかし、従来のトヨタ車ホンダ車の普通の LLC から両銘柄に入れ替えることについては問題ない。ただしトヨタの場合は完全に抜き切る必要があり、ホンダの場合も寿命の面からやはり完全に抜き切ってから入れる方が、 良いことは明らかである。なお、トヨタと、ホンダ以外のメーカーも後に追随して、スーパー LLC を発売しているが、このうちマツダは普通の LLC とスーパー LLC で、色が同一であり、混用に注意が必要だが普通の LLC の、仕様にも対応する車種も多い。また、社外品の製品では、長寿命化の他に、対電色性能を高めたものもある。 日本産業企画では、j i s 計2234不等液で標準化されている。一種と二種が企画化されている。この AF と LLC は公式に何であるかを定められていないが、AF は企画名称からアンティフリーズ、LLC は11表示にて二種、または LLC とあることからロングライフクーラントと考えられている。ありがとうございます。